2007年スケートアメリカは2007年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2007年スケートアメリカは2007の2008年シーズンのスケートアメリカで国際スケート連盟主催2007-2008年シーズン ISU グランプリシリーズの第一戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア。 アイスダンス競技が2007年10月25日から28日にかけてアメリカ合衆国レディングのソブリンセンターで行われた 2007-2008ISU グランプリシリーズ全6大会男女シングル各12名ペア各8組アイスダンス各10組の出場選手は1選手最大2大会まで2007年世界フィギュアスケート選手権の成績 2006から2007年シーズンベストスコアランキング2006から2007年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるアメリカフィギュアスケートスケート協会に対しては今大会の各種目定員のうち最大3人の出場枠が 用意された。競技会場のソブリンセンターのリンクは縦200フィート横85フィートである。標準的なフィギュアスケートリンクサイズの縦60メートル横30メートルとは異なる。入賞者には下記賞金が授与された。入賞者には競技後のエキシビション出場が義務付けられ、不出場の場合は賞金から3000メールを差し引かれるとされた。 入賞者以外のエキシビション出場者にはベッドシングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル、支払われるとされた。ありがとうございます。